僕自身ずっとこう小学校中学校って不登校が続いていたりして、はい、人って環境で本当に変われるので、教育を通じて選択肢を提供してあげたいな。本日は日本初出世払いの仕組みを取り入れたプログラミングスクールコードジムを立ち上げた鶴田博之さんを迎えし、そのコアスキルを紐解いていきたいと思います。鶴田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にコードジムの仕組みというか出世払いっていうところがどういうものなのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、はいはい、私たちのスクールで採用している ISA、うん、はい、これ正式名称でインカムシェアアグリーメント、はい、所得分配契約と直訳できるんですが、はい、こちら の契約方式を採用しています、うん、2016年ぐらいからアメリカとかで始まっていて、はい、要は金銭的な事情等でチャレンジできない人でも将来の所得から一定割合をお支払いしていくというふうな方法によってですね、これまで100名以上の方と入校面談とさせていただいてきたんですけれども、入校するにあたっての入学金や学費、そういったものは一切必要なくて、新しい就職先のキャリアで初任給が決定してから、その一定割合ですね、今は 10% という形なんですけれども、2年間とかにわたっていただくような仕組みです。これまで17歳から34歳の方まで幅広い年代の方がいらっしゃって、はい、元自衛官の方であったり、高校中退していて学歴がないことに対して、はい、正社員で就職できないとか、うん、しかしながら非常にこうやる気は高いわけですね、はい、ただクレジットスコアといいますか、お金を借りることができないので、例えば50万60万のローンも組めない、はい、そうなるとやっぱり18歳で高校卒業後の子とかには奨学金という仕組みが使えない場合には ISA というのはかなり新しい代替の手段になるんじゃないかなと、はい、鶴田さん自身がそういったその社会的な問題とか格差というか、そういうところに変えていこうっていう思いがあったんですか、ね、僕自身ずっとこう小学校中学校って不登校が続いていたりして、はい、実は義務教育中2年間ぐらい行けてなかった時期もありました、はい、そんな中で自分でゲーム作ってみたいなっていう感じでプログラミング始めたのが、はい、僕にとってのすごい原体験で、やっぱりそういう経験があると、はい、人って環境で本当に変われるので、なるほど、何かしら教育を通じて選択肢を提供してあげたいなと思いは日に日に強くなっていました。で、20代のキャリアで自分が、プロダクトマネージャーとか起業家とかとして仕事をしていった後、今30歳になったんですけれども、やっぱり教育に携わっていきたいという強い思いからこちらの創業に至ったと。SFC に在学中からかなりいろいろサービスを立ち上げられてるっていう印象があって、プレイフォージャパンとか、あとすごい時間割とかも。僕は九州の長崎からの出身なんですが、はい、東京の大学 SFC 入ってから、はい、まず本当にカルチャーショックで、集まった人たちは何かしら、強いモチベーションがあったりする人が比較的多いキャンパスだったので、はい、みんな手を動かしてとにかく作っていましたね。チームで作ったものは、すごい時間割と本のフリマアプリブクマっていうものがあって、はいはいはい、ゲームエイトという、はい、ゲームのメディア会社を立ち上げて共同創業者と一緒に伸ばしていったというふうな経緯もあります、はい、自分はやっぱり何か作りたいという思いで、はい、自分が欲しいものを作るというのがほとんどの動機ですね。鶴田さんに関してはその実装力っていうようなワードでスキルがあるんじゃないかっていうふうに考えていて、アイデアを形にして初めて世に出せるといいますか、世の中すごくただ文句を言ったりとか、はい、評論したり、評論家が多い。今からでもね、やろうと思えばわずかな時間努力することで作れる側になれるっていうのは非常に面白い時代だなとは思いますし、僕みたいに多分友達とか不登校で少なかったりする中で、はい、自分のアイデンティティがなかった、自己肯定感がなくて、はい、何にすがればいいかわからない中で、はい、やっぱり表現したりというか作らないと生きている意味がないと言いますか、作っていくことに自分の中では生き方を反映させていったのかなとは思っています。30歳を過ぎてお子さんができて、うんうん、
教師になりたかったんだみたいな自分があったんですけど、はいうん、誰しもがあの、はい、恩師みたいな人っていると思うんですよ、はい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 、信じてくれた先生が一人いたりして、まあ、憧れの存在でした、はい、だから最初の将来の夢って教師だったんですね。うん、2回目で原体験としてあるのはやっぱりベンチャー企業を創業するときに、はい、投資家の人から、はい、何者もなかった自分がね東京に来て、はい、会社を作るというときに資金をこう出してくれるわけですよね、はい、でそれってお金くれるわけではなくて、はい、将来に期待をしてくれると、はい、ISA という仕組みはまさにそういう世界観でできている、はいはいはい、あなたの将来はきっと明るいですよという、はい、そういうメッセージが込められた入校のスクリーンの手続きでして、あの先生は、うんまあ、君はいつか人をまとめてリーダーシップを取っていく人間だっていうふうに真正面から言ってくれたっていう、なんでかわからないんですけど、はいはい、でも僕の中で理想としている自分とできない自分のギャップみたいなのに苦しんでいた時に、はい、そうやっていつか君はきっとうまくいくよって言ってくれる大人の存在ってすごくでかかったですね、はいはい、鶴田さんのようなすごい経験はできないなと思っていて、そういう人が鶴田さんの実装力取り入れたいと思ったらどういったところを真似るべきかってありますか？結構やりたいこととかやるべきだってことって実は分かってて、はい、自分に正直になれてないっていう時が多いのかなと。自分に正直になれなかったり、はい、挑戦できないやっぱ理由を探してしまうっていう、そういうところを少しずつ剥がしていくといいんじゃないかなって。小さく始めてみる、うん、小さく始めるってすごく大事だと思います、はいはいはい、20時間でいいのでやればいいんですよ。僕20時間やるって決めてて、新しい挑戦するとき1万時間の法則ってあるじゃないですか。あります、ねはい、1万人に1人になるためには1万時間みたいな話なんですけど、はい、実は20時間以上やらない人が半数以上なので、あらゆるジャンルで音楽とか何でもそうですけど、はい、だから僕あのピアノは独学で趣味でやってたんですけど、フルートとかやってみたいなと思って20時間やって、はいはい、プログラミングもそうです。最初の20時間やってみたらどうですかっていうのを確かに僕はちょっと提案したいですね。20時間経つとだいたい自分の中でもう無理かとか、なんか好きそうかとか、はいはい、なんとなく分かるのかなと思って、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。